じゃ、こんにちは。豊さん、はい、まあね、坂本大好きおじさんとしては坂本選手が今ファームで、ね、どんな風に練習しているのかなって気になるところだと思うんですけれども、はいね、その坂本選手に救いの手ということで桑田、二軍監督がアドバイスしたりとかなんかしてるようなんですよ。例えばマシンを170キロに設定して超高速球を打ち込ませたりとか、まあ打ち込ませてるこう見せるということだろうね。ああ、こう刺激を入れるっていうことだと思うよ。例えば体や脳にっていう。そ、うん、それは170キロ打てて、そんな頭投げないのに打ったってしょうがないもんね。そうですよね。いやだからまあ打てないし、うん、そんなには、うん、自信をなくすだけだよね。まあそうですね。どうしたって。ああ、だから見るだけでも違うし、それが刺激になるというかね。うんうん、他のボールが遅く見えるという。そう、まあ、そういう効果があるのかなというふうには思うけど、うん、あの坂本選手がその2軍落ちした際に言っていた言葉がバットを振ってもキレがないというか、うん、体のキレがない、何をしたら良くなるのかわからない、正解がない、よく走り込んでキレを出すとかあるけどそれだけじゃ体のキレは出ない、体のキレってアバウトで難しいというふうに、まあ、話していたんですけれども、で今ファームで桑田二軍監督が坂本選手に対し左足の踏み込みが弱いんじゃないかと、打撃フォームの動作解析を進めたのも実はこの桑田二軍監督だということで、坂本にそんな発想はなかったようで感激していましたと、橋本二軍打撃コーチと議論してみたらとも桑田二軍監督は勧めた、坂本選手より年下の34歳の若手コーチに助言を求めろというのは斬新ですよねというふうにファーム関係者が話されているんですけれども、まあ、桑田さんというと もちろんもともとピッチャー、バッターの坂本選手にアドバイスをまあでもそれなりに勉強もしてるだろうしさ、うん、ほっとくっていうのが一番良くないことで、うん、やっぱなんかこう会話をしながら、うん、まあ、やる気にさせていかなきゃいけないし、はい、まあ、戻していかなきゃいけないからね、うん、まあ、例えばその桑田が左足の突っ込みっていうかステップが弱いって、うん、じゃあ強ければ打てるのかっていうと、うん、またちょっと違ってね、うん、やっぱ坂本のバッティングってやっぱ後ろに残すタイプだから、後ろに残そう前に行かんとこと思うタイプだから、うん、左足のステップは絶対弱くなるはずなんだよ。あ、そうなんですね。そう。それは、まあ、桑田二軍監督が見ててそう感じるから言っただけでね、はい、だからそれはもう間違いではないとは思うけども、うん、俺が考えてる坂本像っていうのはまたちょっと違ってて、ステップは弱くても大丈夫だなっては思う。豊さんはその考える坂本選手、こういう風にしたら体のキレだったりっていうのは、まあ、まずは気持ちを立て直すということ。何でもそうだけど、気持ちがないものをいくらやったってダメだよ、うん、キレが戻らないどうのこうのって、その前に野球をやる気持ちになってるのかどうかっていうのがね、うん、まずすごく大切で、はい、やっぱり心技体って、うん、まず心を立て直し、こう野球をやりたいという環境において、うん、本来負けず嫌いな性格がメラメラと出てきてみたいな、はい、まあ、そういうことになってきて初めてキレが出てくると思うけど、はい、キレだけを求めてもキレだけはついてこないよ。それはね、そんな都合よくはいかないって。何もかも揃った中でのキレだから、うん、他欠けてんのにキレだけなんか戻らないよ。そうです。あのイチロー選手があの年齢まであそこまでいけたっていうのは、それはやっぱり精神的なものっていうのも大きかったってことですね。まあ、節制だな。あー、そうか、徹底してましたもんね。徹底する。まあ坂本もストイックやってるけども遊びも入れてるわけじゃん、うんうん、やっぱストレスもたまるし、はい、それは俺は遊びは遊びでいいと思うんだけども、うん、でもやっぱり肉体をむしばむっていうことはあったよね、うん、はあ、そうか、うん、そうです。だからその取り戻すのに時間かかるっていうのは多分それは仕方ないことだと思う、うん、そのやっぱ体のキレってアバウトで難しいっていうふうに坂本選手もおっしゃってますけれども、体が鈍くなるってことなんです。それは気持ちで入れ替えるとそのキレさえも戻ってくるっていう感覚なんですかね。体が変わる時かもわからんな。年齢的なんか36でしょ、はい、いやちょうどねやっぱ分岐点に来てるんだと思うよ。そうか、俺も思うけど、はい、60過ぎても何ともなかったんだよ、はい、今年の正月ぐらいにコロナにかかった。あ、そうだったんですね。で熱出て、はい、治って、はい、やっぱパフォーマンスが落ちた。あ、え、って感じる。それは例えばもう喋りだったり体力面でもってことなんですか。喋りっていうのはそう変わらないけど体力面、うん、
だ今まで平気だったものが平気じゃないとか、はい、俺も現役時代やったけど36で引退したけども、うん、やっぱ体がちょっと変化してるのが、うん、なんかちょっと分かるような気がする。これは32、3、はい、でまた35、6、はい、これを抜けたら40までいけると思うんだけど、じゃ今ちょうど抜けるか抜けないか、いやそうなんだよ、やっぱ体がやっぱね多少変わってきてると思うよ。だそれを止めないとですよね。だ36歳で今現役のプロ野球選手っていうと、例えば柳田選手もそうですし、はい、ピッチャーでいうと大野雄大投手とか、はい、前健投手もそうですし、マー君もそうですよね。たくさんいますよね。あのだからマー君はまだ一軍投げてない、はい、ギター怪我した、はい、大野雄大はやっぱピリッとしてない、はい、まあ、そうなってくるとやっぱね体がね俺多分変わってきてると思うよ。そうか、だからここ頑張れるか頑張れないか大きな分岐点になってると思う。そうですよね、うん、ね、桑田二軍監督、あと例えば分析、解析、体のそういうものをしてみるといいよっていうのはビデオだったりとかで数値化したりとか、フォームのブレだったりとか、そういうところも取り入れて、今現状じゃあどういうふうな打ち方がいいかとか、そういうこともやってみるといいよっておっしゃってたのは、まあそれはね、何でもやってみることは大切なことだし、うん、やっぱそれも一つのね勉強にもなるしね、うん、やることは全然平気だと思うよ、うん、ただやっぱこう体の内部で起きてることっていうのは、うん、やっぱ坂本自身しか感じられないし、うん、だからそこら辺をちょっと敏感になっておいてほしいなっていうのはあるけどね。例えばまあダルビッシュ投手はもちろん坂本選手より年齢上ですけど、やっぱり現役で、うん、まあ、ちょっと今あれですけれどもやってると、食事面だったりとかサプリメントとか、もちろん日頃のトレーニング、そういったこともやっぱり積み重ねてたものが今きちんと出てるっていうのもあるんですかね。まあ、いやまあそれもあるけど、うん、だから坂本がやってるかやってないかって言ったら、うん、やってると思うよ、うんうん、それはあれだけの金もらってて、うん、自分に投資してないっていうことはまずないよ、うんうん、だけどそれ以上に体力が落ちてたりだとか、はい、キレを失ってたりだとかすることになってるわけでしょ、はい、どっかのネジが緩んでたりだとかすることだから、だからどこをネジを締めたりだとか、はい、そういうのはやっぱこうやるためにはまあ解析してみて、うん、この筋量が落ちてるとか、はい、まあ、そういうことで出てくるかもわからないよね。あとはその34歳の若手 の橋本イタルコーチだと思うんですけれども、はい、議論してみたらっていうふうにも桑田二軍化とか提案してみた、これはどういう意図があるんですか。いやそれは専門家だからね、うん、専門に勉強したものがあるから、はい、だから年下とか年上とか関係ないよね。やっぱ直してもらえるんだったら藁も使う思いで、うん、やっぱ直してもらおうと思うだろうし、はい、それがちょっと違うなと思ったらまた違うものを取り入れていかなきゃいけないし、うん、坂本本人が選べばいいだけの話で、うん、だけどこういうこともあるよっていうふうに手を差し伸ばしてあげるっていうのは大切なことだよね。そうなんですね。やっぱ一人で悩むよりは、はい、みんなの悩みとしてチームの悩みとして指導してあげた方が温かみが感じるからね、うん、そうですね、治りも早いと思う、うん、あ桑田二軍監督のことに関しても、例えばそういう若手の打撃コーチだったりに話をこう聞いてもらって議論を会話することで、若手のコーチたちの育成も考えながらこうやってるんじゃないかとコーチを鍛えるの、はい、まあそこまではあれかもわかんないけど、はい、やっぱ坂本っていうね、まあ、年齢とともにっていう、うん、まあ、選手はこれからもたくさん出てくるだろうしね、はい、まあ、坂本がから得られる情報、うん、得られる数値、はい、そういったものはやっぱ取って、うん、チームの財産にすればいいとは思うけどもね、うん、まあ、このままでは終わらない選手だろうと思うから、キレがないっていうのはもう気力だな、そうですね、メンタル部分っていうところです、が俺は大切なんじゃないかなっていうのはすごく感じるけどね。そうですよね。あとやっぱり桑田二軍監督の他にもすごいところというのが、やっぱり大城選手二軍落ちした時もやっぱり会話することを重視したということなので、まあ、当初はかなり落ち込んでいたので実戦や全体練習から遠ざけてミニキャンプを提案、コミュニケーションを取りながら復活への道筋を話し合ったりしたと。で、意見を押し付けることはなくて選手の話や悩みを聞いているだけのこともあるようですと。もともとね、原監督の時、前監督の時には一軍のコーチもされていたので、投手陣、大勢投手らが桑田二軍監督のことを信頼してるっていうのも記事には出てたんですけれども、まあ、桑田は優しいからね、いやそれと知的だし、そうですね、本当に無理なことを
言わない監督だしね、はい、親しみやすいと思うよね。そうですよ、ね、選手ファーストで考えてくれるから、うん、だからすごくいいと思うよ。あの去年まで原監督の時もピッチャーがマウンドからこうベンチに戻るたびに毎回毎回こう声をかけに行ったりとかしてる姿も見られましたしね。まあ、鬱陶しいっていう人もいたけどねちょっといやいやもう来すぎだと分かりましたいいと思う、まあ、それはその選手の気持ちも分かるし、なるほどね、そっとしてもね、誰とは言わないけど、はい、やっぱ何回も何回もさ来られても、うん、毎回毎回投げるために同じこと言われてもさ、うん、分かりましたって思うよね。だからまあそれはね、時として違うアドバイスがあったりだとか、うん、違う言葉があったりとかするんだろうけども、はい、それはやっぱもう桑田のね、うん、まあ良さなんだろうねと思う。そうですよね、なんか今の時代の教え方にフィットしているのかなっていう。まあまあそうだね、うん、思い当たる節があるんだったらね、はい、やっぱ素直に受け入れて、うん、まあ、やったらいいと思うし、はい、ただこの記事の締めくくりがなかなかちょっと興味深い締め方で、悩める坂本が次に一軍に復帰するときはファーストミットを持っているかもしれない点々点みたいな締め方だったんですよ、うん、まあ、今ね岡本選手がサードへコンバート一塁大城選手なんてシーンもありますけれども、ここで一塁に坂本選手っていうことは坂本の方が出入りが激しいという、はい、休ませなきゃいけないし、うん、まあ、そうなってくると頭にいるのが大城であったりだとかするんであれば、うん、ファーストの方が好都合だと、はい、でサードに入っててコロコロ変わってるようだと、やっぱりみんながちょっとこう変な動きをしなきゃいけない、はい、ファーストだと下げれば大城がいるみたいな、うんうん、そういう単純動作でいい、うん、まあ、そうなってくるとやっぱファーストの確率っていうのは高くなるよね。高くなります。だから門脇なんかやっぱショートよりサードの方が抜群にうまいしさ、あ、まあ、そうなったら伊豆口をショートに入れるしかないし、はい、ってなってくると何人か動かさなきゃいけないわけ。はい、坂本っていうのがファーストやるんだったら坂本と誰かを変えたらいいだけの話だからさ、はい、だからまあその確率っていうのは高いと思うね。おー、そうなんですね。ファーストミットを持って上がるっていうのはゼロ、可能性的にゼロじゃないっていうことなんです ね、はい、まあ、ね、坂本選手ちょっとね復帰一軍への復帰はまだ未定なんですけれども、はい、まあ、2軍でね桑田さんだったりとかいろんなコーチとこう話し合いながら次一軍に上がってくるときにどんな姿で戻ってきてくれるのかちょっと楽しみにしたいですね。まあ、そうだね、坂本もいい勉強になってると思うよ。勉強する子だから、はい、まあ、例えば2軍でこう やってて誰がアドバイスしてくれてどんなアドバイスを聞いたとか、うん、まあ、そういうものは彼の中にインプットされていくだろうから、はい、まあ、指導者の道としてもいい勉強してるなっていうね、うんうん、まだまだ先の話だけどもね、はい、まあ、そういうことも覚えておくといいよね。そうですね、はい。